物流用語辞典。欠品とは、欠品とは顧客が発注した注文数に対して商品の数量が不足していることを言います。またその店舗の在庫は切れていますが、他の店舗には在庫があったり、入荷予定の商品が存在する場合も欠品にあたります。よく同じと思われがちな欠品と完売の意味の違いについて、欠品はメーカーなどの在庫商品が切れている状態で入荷の予定がある商品のことを言います。反対に完売は生産完了となり入荷の予定がないことを指します。欠品をしてしまうと、せっかく買ってくれる人がいても商品を渡すことができず、販売チャンスを逃してしまいます。そのため極力欠品はしない方がいいでしょう。しかし中には欠品をしても問題がない商品があります。欠品をしてもいい商品では、限定品といったお客様が入荷を待ってでも購入してくれるものになります。替えがなくどうしても欲しいものだった場合、お客様は待ってでも購入してくれます。例えば限定のオリジナル T シャツやオーダーメイドの商品といったものが当てはまります。反対にライバルがたくさんいるような商品では欠品をしてしまうと、他の店舗で商品を購入してしまうので、その分販売する機会を失ってしまう可能性があります。例えば多くのスーパーで売っている冷凍食品など、違うお店でも買えるものが当てはまります。次に欠品が起こる理由と対策についてお話ししていきます。欠品を起こさないようにするためには、在庫の整理整頓を行う必要があります。在庫の整理整頓を行わないと、在庫の置き場所がわからないというような問題が発生し、正しく出荷することができなくなります。このように問題が発生しないように、在庫の整理整頓をして在庫数の増減がすぐに把握できる環境にしましょう。関通では棚卸しといって、在庫の商品の数が合っているか数量を数え在庫の数を把握しております。その時に弊社が開発したこの WMS を使用しています。 WMS を使用することで、入荷と出庫時も正しい数量の把握ができるように実現しており、数が少ない商品は在庫商品を確保するようにしています。詳しくはこちらの動画で紹介しております。また在庫の欠品を防ぐには、入庫検品が重要な作業となってきます。例えば在庫数の増減がすぐに把握できないとき、以下のようなことが起こるでしょう。在庫が残り2個の商品を A さんが2個販売したとします。その後 B さんがすでに販売した商品に気づかず、在庫を2個取りに行くとなかったというようなことにもなってしまいます。このように出荷時に実物在庫がなかったということが起こらないよう、入庫検品には一番力を入れて取り組む必要があります。欠品とは、顧客が発注した注文数に対して現物の数量が不足していることを言います。欠品を防ぐために、在庫の整理整頓、在庫数、入庫を正確に行い、可能な限り欠品が起こらないようにしましょう。もしこの動画が良かった、また見たいと感じた方は、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。物流業務で困っていることや本日の動画の感想などもコメント欄にぜひ書いてください。また次回の動画でお会いしましょう。